デカキン TV レディーゴー。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 、イエ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 イ。そしてこちらがどうもカツです。よろしくお願いします。お願いします。24時間アンパンマンの名前を言えたキャラの食べ物しか食べられない生活、イエーイ。ズーミーバディが今日来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。デカキンとカッツクの二人で名前を当てて、はい、当てれたら名前にちなんだ食べ物を食べれる。あ、マジか。だからアンパンマンって当てれたらアンパンを食べれるとか、はい、片方が答えを聞く役になって、はい、でヒントを出す役に回る。あ、わかりました。でもう片方が当てられたら食べ物を食べれるっていう。だから協力プレイ、こちらです。これは俺ギリいけるわ。名前わかんないですよ。デカキンの名前わかれよお前。これは俺答える役だったらいけるよ多分。はい、じゃあこの問題はデカキンさんがヒント出す役で、カッツーさんが答える役で。ああ、なるほど。これミスする可能性あるからね、全然。これ餃子パンマンですよね。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。ちょっと、何回だったら答えられます？え、1回ですよね。1回、ちょっとお前あんま喋るな、お前あんまり。ちょっとすいません、今のはなしにしてください。じゃあこれ3体全部答えられたら食べれるということで。はい。これわかりそうだと思う。あ、わかります。メロンパンダちゃん。はい、こちらは正解です。イエーイ。いや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 、するなお前。え、じゃあこの子も、待て待て、勝手に答えるのやめてね。いや、わかんないです、こっから。こっからわかんない、うん、あ、じゃあ一応正解のやつ僕は教えてもらってもいいですよね、うん、ヒント出す側なんで。いきますよ。はい。この子は、はい、めっちゃあの主要なパン、目の周りが黒いっていうので何か思わない？目の周りが黒いの。何のヒントよくわかんないです。わかんないですよね。いや、違う。キャラのパンしか存在しないから。目が黒い動物を足した名前なの。あー、もうそこまでです。まず何のパンか言って、何のパンか。いいですか？何パン？クロワッサン。クロワッサンじゃないってお前。違う。クロワッサンじゃないだろ。なんかこんな何、クロワッサンパンダ見てんの？クロワッサンパンダ。惜しい。メロンパンダ、うん、メロンパンダ。なんでは形の違うメロンパンばっか出すんだよ。え、何パンダ？メロンパン好きすぎるだろ、やらせ高橋さん。いや、やらクリームシチューじゃなくて何だっけ。あの、違う違う。え、あ、え、あ、クリームパン？クリームパンダ。正解です。いや、多分無理っすねこれ。いや、でも当たったもんね。はい、これクリームパンダです。これはあの同級生だったけど名前忘れたタイプの、あれだったっけみたいな、顔わかるんだけどなってなりました。これわかんねえ。包帯をさ、はい、巻いてるじゃん。ああ、巻くっていうのを英語で言うと何かなっていう。ああ、はい、ギリギリですよ、ここギリギリ。あ、3回までに。ああ、いや、はい、え、じゃあ巻いてるということで、あのレッドリボン軍。なんでだよお前。違うって。あ、R って違う。楽天もそうだろう、だったら楽天の R かもしんないだろうお前。そんな、もう一個いいですか、ヒント。はい、兄弟かなんかだったかもしんないから、名前の雰囲気似てるよ。ああ、ロールパンダ。なんでそっちと兄弟にしたんだよお前。おい、やめろお前、もう今ので2回目。いや、2回から。おい、やめろって。 ね、こっちだって。ロールパンダ正解です。おしゃれ。ロールパンダチャンスかこれ。ロールパンダですよね。うん、ロールパンダ。だからロールパンダ。よかったよかったよかった。あぶねえ。まあ3回なんで、あ、お遊びやった方がいい。ギリギリ。ロールパンダとか分かんなかったんで。あ、まあまあまあ、確かにね。ナイスヒントです。じゃあこちら、ちょっと今から用意したいと思います。こちら食べ物にしたのがこちらです。はい。メロンパンナちゃんは？はい、メロンパンです。そして、クリームパンダはこちら、クリームパン。最後こちらが、ロールパンナ。なんでロールパンですね。せーの、いただきます。はい、何パン好き？違う、何のために用意したんだこれ。僕ロールパンが好きなんですよ。あ、本当に？パンの中で5番目ぐらいに。そんな好きじゃないな、はい、じゃあ僕クリームパンいきます。うま、毎回買うからクリームパンは。それ一般常識みたいに言ってますけど、僕買わないです本当に。あ、本当に？はい、だってアンパンとクリームパンって同じ役割じゃないですか。じゃあどっちか、ワンパンとクリームパン。ワンパンなんですよ。俺完全クリームパン派だったから。いやいや、人によりますよね多分。ズーミーバディはどうですか？私はアンパン買います。そうなんだ、うんうん、でもさ、可愛いからなんかいいよね。半分こしましょうか。半分こしよう。ちぎり方あるだろお前。トップで綺麗に割れるやつ俺見たことないね、この世で。うん、うまっ。メロンパン2番目に好きなんですよ。めっちゃ好きじゃん。うん、うん、エビナサービスエリアとかのメロンパンめっちゃうまいからね。でも定番かもしれないけど、うん、浅草にあるじゃないですか、あの日本一うまいメロンパン。うん、それが5店舗ぐらいあって、どれが日本一なんだろうと思いながら見て食べたら美味しかったです。あ、でもあったかいのが好きなんで、これも美味しいですね。冷え冷えたらお前くらい。ここで豆知識なんですけど、はい、ネットに書いてあったことですね。はい、メロンパンナちゃん、あ、ロールパンナちゃんは、うん、今ラスト一口いくのおかしいだろ。豆知識の最中にラスト一口いくなお前。まあまあ何言ってるか聞こえないですけど、はい、美味しかったですよ、うん、はい、何ですか、はい、ロールパンナちゃんは、はい、ロールパンナちゃん、はい、メロンパンナちゃんの姉としてジャムおじさん
んが作ったアンパンマンワールドに住む住人の一人らしいです。え、ジャムおじさんが作ったの？あれてかパンって全部ジャムおじさん作ってる？顔を変えられるのはでもアンパンマンだけですよね。いや作れんじゃない。だからジャムおじさんが作ってるってことは別に焼く時間が違うだけで、あ、生産工場があって、うん、生産の工程が違うだけで、ロールパンナちゃんが作りたいなって言って、うん、みんな作れるんじゃない？怖っ。怖くないだろう。何が怖いんだよ。じゃあこちらラスト一口です。はい、オッケー、はい、完食です。この調子でガンガン当てていこう。いや、このお腹の上ぼちますね、いけそうだね、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃ続いてこの3体です。はい、はいはい、うわー、これむずいな。あ、なんだかドンマンだったみたいな名前は覚えてるけど、うん、どれがどれかちょっと分かんないね。1人しか分かんないから。あ、俺も1人しか分かんない。あ、本当ですか。あ、じゃあ次はカツーさんがヒント出す。あー、分かりました、はい、カッツくんがヒント、はい、僕は得意なんで、はい、そういうのちょっと頼むよマジで。はい、わかりました。じゃあちょっと一回答えを、はい、じゃあカッツくん聞いてください。はい、はい、覚えました。マジでいいヒントちょうだい。はい、え、一番得意そうなのどれですか。まずこれ、釜飯丼。正解です。わー、はい、あ、なんで釜飯丼のここめくるんだよ。目見したいだろ。もう用ないんで。なんで用ないとかじゃないだろ。一番可愛いよこいつ、はいはい、続いての問題です。はい、じゃあこいつは何ですか。いやー、え、これさ、はい、これエビ天の尻尾とかじゃないだとしたら、うん、ね、あれかなっていうのは思うのあるんだけどな。このピンク色は特徴的ですね、うん、もう意味ねえヒントばっか。何言ってんだよ。他にヒントあるだろう。ピンクが貴重としてるんですよ。いや、そうでもないだろ。白も貴重としてるだろ。ほら、こっからの鼻、ほっぺ、うん、あ、ピンクだね。あと目の色が黒ってのは特徴です。あ、確かに確かに。はい、さっきの名前のヒント出せっつってんだよ。この子のファッションセンスとかそんなの俺知らないんだよ。そうかそうかそうか。一回目言ってください。はい、天丼マン。正解です。よく当たったな俺。いや、でもこれは僕も分かりました。確かにこれ分かる。でも問題はこれ分かんないわ。なんで緑色なの。でも緑といえばっていう丼あるじゃないですか。緑といえばなんてないだろう。ほら、なんでめくんだよそこ。だから下は特に意味ないです。水色と緑っていうのは関係ないです、うん、関係ない。うん、じゃあヒントゼロだろマジで。だからそういうのを抜いた方がいいっていうということで、じゃあ一回目どうぞ。中華丼マン。正解です。なんかちゃんとヒントしたら、なんかもうないわ。もう丸バツにあるような。丸バツ、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 わかんないですか。丸バツわかんない。宮城の和食屋です。わかるわけないだろお前。あ、和食屋にあんの。そうそう、だから和食屋にあるなって。わかったかもしれない。じゃあ行きましょう2回目。鉄火丼マン。あー、確かに開けたら鉄火丼って色合いじゃないです。なんだそのノリツッコミ。正解です。正解。でも惜しいですね。鉄火丼といえばもう一個あるじゃないですか。鉄火丼はそれの中の一部じゃないですか。いや、もうもっと大きく見てください。いろんなお店にある。あ、そう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 。いや、じゃあもう分かったわ。はい、これはラストですか。ラストです。いきます、はい、海鮮丼マン。正解です。そう、なんでだよ。そうじゃねえだろ。海鮮丼って僕が言ってほしかったってことです。なんで言ってほしかったんだよ。開けたら海鮮だったら夢が広がるな。夢は広がるけど夢の話してないだろ今。そうかそうかそうか、この顔です。はい、っていうことはここ間違えたんで全部食べられません。はい、俺、はい、俺、終わりです。終わりですじゃないんで。まだ続くか。一番美味しいやつじゃんここ。ご飯食べたかったな。なんでヒントわけわかんない出したのマジで。いやいやいや、食べたかったんですよ。これ正解はちなみに何ですか。カツ丼マンです。いや、でもカツ丼はお腹いっぱいなんで、ま、海鮮丼食べたかったんですよ僕。食べたいもの言うコーナーじゃないんだよそれ。当たれば食べれるかな。質問コーナーにするわ。だったらこの動画食べれば当たれるかなと思って。食べれば当たるから。 何言ってんだよずっと。これでもカツ丼なのになんで緑なんだろうね。うん、普通にわかんない。わかんないですね。たかしの自由ですね。嫌なせたかしさんの。あ、でももう忘れないわ。もうカツ丼マンで覚えた。覚えましたね。釜飯丼、天丼マン、カツ丼マン。わかりました。釜飯丼、天丼マン、カツ丼マン。ちょっと危ういじゃないですか。まあでも覚えたんで、はい、次は間違いにしたいと思います。続いてはこの3体です。うわー、ちょっと1体マジで分かんないのいるな。一番右しか分かんない。一番右、こっち普通分かんない子だろお前。こっちこっち分かんの。いや、なんか気合でいけるかなと思って。気合でいけそうな感じかこれ。いや、なんか顔が物語ってるじゃないですか。いや、形式違うだろいつもの。あ、そっかそっか。柳瀬さんの感じのあれじゃないだろ、うん、じゃあこれはデカキンさんがヒントを出す役でお願いします。はい、分かりました。信じますよ。じゃあちょっと僕だけ一瞬今答え見てくるんで、あっち見ててください。はい、はい、ちょっと一旦答え見ますね。はい、OK です。はい、目開けてください、うん、いけそうなのからいこうか。はい、これいけると思うんで。これも3つ当てないと意味ないから、マジでちょっと集中して。まず見た目何。見た目、それ言っちゃっていいんですか。もう見た目だけ言って。五郎丸。五郎丸に見えてた。そういうんじゃない、食べ物として見て。日清のあの、うん、おにぎりの CM してるからっていう。ああ、そう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 。ただ遠回しに五郎丸って言いました。あ、なるほどなるほどなるほど。おにぎりです。昔ながらの言い方で、ああで、マンつけた方がいいんじゃないかなと思ってるけど。あ、はい、
結び丸。不正解です。え、なんで。いやいや、違う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 、だから昔の名前と丸つけたんですよ。あー、違う、マンつけろって言ってた。マンつけて、マンとかもやらないですか。結び丸は仙台のマスコットキャラクターです。仙台出さなくていいって。今はおにぎりを昔ながらに言い方にして、おにぎりを いいですか。おむすびマン。正解です。よっしゃ、 OK。 こっちね、次、はい、どう、ちょっとちっちゃくなってる。どっちが妹。いや、妹とかそういう設定は俺分かんないんだけど、ちっちゃくなった感じですね、こっちより。こっちちっちゃくなったってことだけで名前当てて。あー、おむすびマンよりちっちゃいよ。だからおむすびマンよりちっちゃい。はい、小むすびマン。正解です。はっ、安直すぎないですか急に。いやそうだもん、分かりやすい名前の方がいいじゃん。ジャムおじさんの名付け急に適当になりません。いや、もう分からん、名付け親誰か分からんけど、うん、超いいじゃん。問題こっちだね。まず一発目普通に言って3回答えるチャンスあるから。ミーミーミー、あれミーのいいですか。ミーの、あ、ウィーね、ウィーね、ウィーのキャラクター、ウィーのキャラクターじゃない。適当に適当にグッつけてデフォルトの顔を。いや、デフォルトとか呼ぶなお前、こっちの顔のこと。てて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 。正解です。ドンじゃないじゃん、どう考えても。いや、さっき言ったじゃん、鉄火ドン。言ったけど、あれはドンだったろ、こっちはドンじゃないじゃん。まあ、いらないですか。まあ、いらない。なんだかちゃんなの、最後。さっきからなんか、最後の答え言ってるんだ、ね。あ、じゃあ、おかれ、これで最後にすいません。ああ。普通じゃない。あ、終わってますか。普通じゃない。終わってる名前ってことですか。鉄火巻き出し、最後、チャンつくけど、普通じゃない感じで言って、それを。もうそこまでです。はい、些細なアレンジして。寿司三昧ちゃん。正解です。最悪だ。アレンジしすぎだろ。著作権で揉めるだろお前、そんなの。何やってんだよ。え、もう一個だけ。テッカちゃん。何何何。テッカちゃん。正解です。ダメじゃないですか。じゃあこちら正解言ってもらってもいいですか。うん、正解はテッカのマキちゃんです。テッカのマキちゃん。急に急にマキちゃん、なんだかのマキちゃんなんだ急に。カンピョウのマキちゃんとかできちゃいますよそしたら。カッパのマキちゃん。カッパのマキちゃん。うん、もうこれ緑にするだけでもできますよ。確かできるな。これすごいね。今回だけ違ったね形式。ねえ、いや、これは無理ですね。これ無理だね。そのアレンジって言われたとしても無理ですね。これジャムおじさん多彩ですね。だからジャムおじさん作ったか分かんないって米に関しては。ということで今回も。いや、ダメか。この2つだけ。1問間違えてしまったんで。この2つ食べるとかないんですか。あ、これ2つだけ食べれますよね。いや、全部食べれます。あ、くそちくしょうが。ちくしょう。何やってんだよ。はい、ということでこちらも不正解でした。じゃあもうちょっとお腹減ってきてるんですぐ次お願いします。続いての食べ物お願いします。これ、はい、あ、食べ物じゃない、うん、空気まんまですか。あまりにも当たらないので1体ずつにしましょう。1体、あ、なるほどね、優しい当てれればっていう、はい、まあ、最後難しいんでね。まず1体目です。こちらです。なんだろうこれ。裏側見せてどうすんだよ。あー、でも見たことあるよ。いや、ないですよこれ。動物の森ですか。本当にいい線つくな、なんか。本当にいそうだもんな。そうなんですよ。トゥ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 。あらららあらららっ。いや、それミーです。ミーかい。今回から2人で協力して答えてください。はい、はい、わかりました。どっちかが当てれば OK。 OK です。何だと思う、はい、何だと思う。違う違う違う、2人で、そっちの2人じゃないで。俺と相談しろお前。ヒントをください。これはさすがにわかんないんで。人間界で言っても、大人側のなんか職業みたいな。職業、カバオくんとか結構関係者だと思いますね。関係者。カバオって言ったら清掃業みたいな。いや、清掃業のわけないよ。あれは子供だろう、カバオくんは。清掃業のおじさんだと思ってたの。そうやばいだろ。アンパンマンよく見れたらアンパンマン。アンパンマンワールド。SDGs だからな。図書館の、SDGs って子供出るくらいですけど、アンパンマンの時。今時。図書館の何？図書館とかにいないですか、なんか。師匠みたいな。ライブラリアンマンみたいな。おしゃれな名前じゃない急に。ライブラリーなんだけど。ライブラリアン。1回目の回答お願いします。はい、俺いい、はい、うさぎ先生。正解です。これロバですよ、どちらかというと。ロバ子さん。正解です。あ、デカピンさんが近かったかもしれない、ね、近かった。先生合ってる。はい、ロバマウスみたいな持ち方できるんですよこれ。マウス先生。マウス先生いいですか。ファイナルアンサー。ちょっと待って。ユバ確かに食べ物と絡んでるのはありかもよ。ユバ。あ、コーヒー先生。いいですか。はい、コーヒー先生行こう。正解です。よし、なんでだよ、喜ぶだお前。コーヒー豆に見えるでしょこれは。あー、まあ確かにね、見えなくないわ。ミミ先生です。ミミ先生、もうちょっとヒントくれないと。だってこっちはマウスにたどり着いちゃってるわけだから。ここから離れていってます。
あ、いやいやいや、まあまあまあ確かに先生っていうのがいい、いい気出してました。耳先生、ね、いい味でした、はい、これがもし当たったら何食べれたんですか。耳、はい、豚の耳、豚の耳、耳がね、あ、パンの耳だけ、はい、パンの耳です。パンの耳か、まあパンの耳だったらまあいいでしょ、今回不正解でも。続いてはこちらです。お、はい、うわ、あれ、いや、マジで知らんわ。あのアローラの姿的な、ドキンちゃんアローラの姿みたいな。いや、それその可能性もある。あ、確かに後ろ後頭部ドキンちゃんだな。ほら、ほら、もうもろキンちゃんっすよ、ほぼキンちゃん。はい、でもこっち、あの何らかの姿みたいな感じか。アローラの姿、これは男の子ですか。そういう概念はないですね。ないんだ。男心見えません。プリンス的な。プリンス、うん、ちょっと、え、プリンスって今近いんじゃないですか。近くはないじゃあダメじゃないですか。近くない。あ、俺分かったかもしれない。これラムネの可能性があるなと思ったんで、ラムネ貴族。不正解です。ヒントお願いします。体の色合いとか。色合い、形とかも。これですか。はい、丸いな。団子。あー、近いですね。オンデリング、ラムネ団子。ラムネ違うって言ってました、ね、ラムネは違いますね。ちょっと和風な食べ物で。串団子貴族か。なんだ、本当わかんないな。もう食べ物ですね。体の色が白。ああ、お餅、お餅だよ。おもちゃんとかそういう系じゃない。いや、お餅さん、おもちゃん、はい、おもちゃん、いきますか。おもちゃん、いく、本当にいく、はい、おもちちゃん。正解です。なんだよ、見てやめろお前。ラスト1回じゃん。もうさすがにわかんない。これは最初の文字を。最初はしです。ああ、いきます。何、白玉くん。え、待って待って、え、待って、確かに白玉っぽいけど。僕は信じてください。信じるわ。白玉くん、お願い。正解です。よし、なんでだよ、なんでよしなんだよ。そこで何ですか。ほぼ合ってました。白玉さんです。さんでない。いやー、さんでないって。いやー、白玉さん、あ、服がしっかりしてるからか。数珠太郎の方が俺は好きですけどね。悪霊隊さんのキャラですよ、それ。あ、そっか、顔すごいことになってるぞ、お前も。おお、やばい、極限状態になってる。はい、ということでお二人は何も食べられません。はい、終わりでーす。終わりです。まだ力が出ないんで、音出ないです。あ、おなら出た。おなら出すなよ。元気がなくなっちゃった。なんでこのタイミングに元気なくなったら。おなら出るやつあんまいないだろう。元気があるときに大体おなら出るんで。そうか。ポニュ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 デカキン TV。 はい、ということで、はい、アンパンマンの名前を当てれたら食べれるって企画をやったんですけども、はい、マジで当てれんかったね。普通に当たらなかったですね。久々にさ、アンパンマンちょっとなんか見たくなったよね。すっごい見たくなりました。合計500話。そんな見なくていいって。俺出てきてるとこ見てみたいもん。まだ出会ってないミミ先生とかも、はい、ちょろっとなんか朝一瞬見た気はするのよ。だからもしかしたら主要メンバーの方かもしれないし。そうですね、いつめんいつめん。釜飯丼とか見たいな。あー、え、でもだって釜飯丼丼って言ってるじゃないですか。そう、あ、そうだそうだ。カツ丼みたいですね。カツカツ丼丼、カツ丼丼。あ、今動画してる。グリーンバックだ。グリーンバック用に使うな、カツ丼マン。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バーイバーイ。あー、怖かった、今チョップされるかと思ったわ。じゃあね。